はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、巨人の坂本選手が少し腰痛というかね、腰の痛みで、ベンチ外になったというところについてお話ししていきたいと思います。はい、坂本選手ね、もともと腰痛を持っておりまして、僕がジャイアンツにね、在籍した時から、まあ腰のケアのためにですね、すごく体幹トレーニングであったりとか、まあいろんなトレーニングをね、されてまして、腰痛の予防というところについて、すごくね、時間をかけてやっておりました。っていうところで、まあ、ケアはね、しっかりされてるとは思うんですけども、この間のね、新幹線での移動での、すごく時間がかかって、腰に負担がかかったりとか、まあ、いろいろ多分あったと思うんですよ。疲労とかもあって、多分、こう、腰痛が再発したみたいな形になると思うんですけど、まあ皆さんもね、想像はつくと思うんですけども、やはり、まあ、スポーツにおいてね、腰が痛いっていうのは、もう、まあ、要ですからね、もう腰なんていうのは。だから、まあ、腰が痛いと正直何もできないというか、まあ、調子が良くても、まあ、なかなか、自分が思った通りに動けなかったりとかしますんで、すごくね、そういった意味で、まあ、坂本選手ね、ちょっと8月、今月ね、ちょっと状態が上がってきた、ところはあるんですけど、ちょっと腰痛っていうのは、結構ね、野球やる上でね、しんどいんちゃうかな、っていうふうに思います。で、今日お話していきたいのは、まあその坂本選手が、まあ試合に出れなくなったとしてね、なったと仮定して、まあどういった布陣になっていくのかっていうところについてお話していきたいと思います。で、まあ結論言うと、まあそのサードに、モンテスを入れて、で、ファーストに、岡本選手を入れて、で、キャッチャーに、まあ岸田選手入れて、で、レフトに、まあ若林選手とかね、入れるような布陣になっていくんじゃないかなっていうふうなところでね、僕考えてますと。で、じゃあそうするとまた大城が出れないじゃないかっていう風なお話があると思うんですけど、まあそこは、もし、サードね、坂本選手が出れないっていう風になるんだったら、モンテスをサードにして、ショートを門脇選手にして、ファースト岡本選手、まあこれが一番ベストなんじゃないかなっていう風に僕思います。というのもですね、まあ昨日の試合ね、見てて、まあ、坂本選手がね、まあ、ベンチ外になって、で、サード、門脇選手で、ショート、出口選手という布陣でね、昨日、阪神戦挑んだんですけど、正直言うと、まあ、ちょっと、出口選手厳しいなっていう感じで思ってまして、まあ、だいぶ前も、その、安倍監督にね、ちょっと苦言をね、言われてたりとか、ありました。まあ、実際その、期待されてるから、まあ、そういった形で、言われてるんだと、思うんですけども、まあ、その、やっぱりこう、出口選手ってまあ正直どういうタイプかっていうと、まあ堅実で、まあチームプレーであったりとか、まあ野球の流れであったりとかっていうところは絶対分かっとかないといけない選手というかね、バカバカホームラン打つわけでもないですし、っていうところのバッターなんで、野手なんで、そういったところはきっちりやっとかないといけないと僕は思うんですけども、昨日のね、やっぱり僕が、やっぱり何回も言いますけど、満塁での、ライトライナーね、当たりは良かったですけども、なんであれまっすぐを振りに行かないんだっていうふうなね、ストライク追い込まれるまでに、一スイングもできないんだっていうところはあるので、まあ状況を見てもね、まあ詳しくはね、前の試合の解説動画見てもらいたいんですけど、やっぱりああいうところがね、結果うんぬん、結果抜きにして度外視して、やっぱりこう、なんかこう野球分かってないんじゃないかみたいな、ところがちょいちょいたまにねあったりするんで、だからそういった意味でもまあその今ね、まあ厳しいこと言うようですけど、まあ野手のバックアップっていう選手がねあまりいないというか、まあ湯浅にしろ、いますけども、あんまりこうまあ比べるとまあ出口の方がいいかなっていうところだと思うんです、僕正直言うとね。だからまあ一軍のベンチにねまあ いたりすると思うんですけど、はっきり言ってまあ門脇選手がね、状態が上がってきてますんで、まあなかなか、スタメンで使う機会も、出口選手の場合少なくなってくるのかなと思うんで、だから、まあ今回のね、坂本戦の怪我っていうところがね、より一層その出口選手の出場機会っていうのを奪っていくんじゃないかなとも思いますし、まあ実際ね、はい、まあそうですよね、門脇選手をショートの方が僕はいいと思いますし、で、モンテスがね、今レフトですごく打ってくれてるんで、守備位置を動かさない方がいいんじゃないかみたいなところありますけども、もともと、まあ内野手の選手なんで、まあサードモンテスね。で、昨日の試合でも途中、出口選手が変わって、
で、サード、モンテスに入れたっていうところあったんで、多分おそらく本日ですよね、この阪神のとの3戦目、はですね、モンテスをサードにして、門脇選手をショートにするような布陣、ファースト岡本選手にして、キャッチャー岸田選手っていう、じゃあキャッチャーはあれか、小林選手か、明日菅野さんだよね。うん、だから、そういったところをするんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、実際坂本選手の、まあ、成績見てても、まあ、89試合で打率2割3分5厘、5ホームラン26打点、OPS が604というふうになってます。で、まあ、8月に関しては、打率が2割6分5厘、1ホームラン7打点、OPS が718というところで、すごくまあ、8月に関してはいいとは思うんですけども、まあ、実際、率というかね、OPS 見ると604というところで、まあよく、まあネット上なんかの、僕意見も見ますけども、まあ X なんかでもね、604の OPS600 台の、まあサードなんていらねえよ、みたいな、厳しいコメントもあったりするんで、まあ僕はそこまでは思わないですけども、まあ状態もね、8月上がってきてたんで、そこまでは思わないですけども、まあ実際、まあ離脱は痛いですけども、その、まあ、難しいところだと思うんです。坂本さんの、こう、復帰というか、復活にかけて、まあ、試合を出場させて、調整させていくっていう方法で、上がっていくこともあれば、逆にこのままずっと上がらずに、今年1年を終えてしまうっていう可能性もあるので、そういったところで、まあ、坂本さんがね、こう、腰痛になりましたけども、その、腰痛のおかげでと言ったらあれですけど、他の選手がね、出てきて、例えば若林選手がレフトに出るようになって、めちゃくちゃ打ってくれたりとか、うん。そういったことも全然あると思うので、そういったところで、まあ、その、どうなるかはわからないですけども、もしかしたら、この、坂本選手が、腰痛で出れないというふうなことになって、まあ、巨人に関しては、すごく痛いことなんですけど、逆にまたね、浅野選手、ヘルナンデスが怪我して、浅野選手が出てきてくれた時のように、まあ、他の選手が、坂本選手の代わりではないですけど、坂本選手の今状態悪い時の坂本選手よりも活躍してくれるっていう可能性は全然あるかなと思うので、まあ、そこはちょっとどうなるかわからないですけども、まあ、まとめると僕の意見で言うと、まあ、モンテスがサードに行ってショート門脇選手になってでファーストが岡本選手になってキャッチャーが岸田選手か、まあ、岡本選手をレフトに回して、うん、ファースト大城さんかな、うん、そこはちょっと微妙なところですけども、まあそのキャッチャーのね小林選手が出るんだったら打力がちょっと弱くなるから、まあ岡本選手をレフトにして、じゃあファースト大城にしようかとか、まあそういったこともあると思うんで、うん、まあそこはちょっとどうか流動的ですし、まあ阿部監督の考えではあると思うんですが、まあまあまあそうにしてもまあ伊豆口選手はなかなか出る機会というのは少なくなってくるのかなと思うし。どうなのかなって、思いますね。はい。ってな感じでね、今日は、坂本さんの怪我についてお話していって、そこから、どういうスタメンになっていくのっていうところを見ていきました。まあ僕の意見はね、こういう意見ですけども、まあ皆さんもね、いろんな意見あると思うんで、ぜひね、教えていただけると嬉しいと思いますし、はい。もっとね、面白い案であったりとか、小山さん、こういう考えはないですかみたいなところをね、質問してくださったらね、全然ね、返信していきたいと。思いますし、ぜひね、皆さん、コメントの方よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、ラブ。